こんにちは霊夢です。こんにちはマリサなのぜ。マリサのおかげで、座談会出れてよかったよ。乱入した形だったけど、うまくいってよかったのぜ。サナエ、怒ってないかな。まあ、機嫌は悪いと思うけど。ラルさんのこと、いつまでも隠せるわけじゃないんだし。サナエにとっても、よかったんじゃないかと思うのぜ。そうなのかな？サナエの、あたしを見る目が怖かったんだけど。でも、あの漫才風なのは、面白かったよ。マリサにしては、いいアイデアだったね。してはってところが、引っかかるけど、まあいいか。なあ霊夢、漫才風は、一回だけだと、もったいないと思わないか？思う思う、もっとやりたいね。それでさあ霊夢。うんうん。サナエが、イベントをやる情報を、仕入れたのぜ。そうなの？サナエも、お弁当やるんだ。どんなお弁当、食べるんだろうね。そうじゃなくて霊夢。そのイベントに、俺たちが、漫才風で乱入しようぜ。いいねいいね、乱入しよう。今度のセリフは、呼ばれて飛び出て、じゃ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 ーんでいこうぜ。面白いね、オッケーだよ。それで今日は、なんでここにいるんだっけ？今日は、前方で、タンクイベントがあるのぜ。タンク？そう、タンクを一機以上デッキに入れて、出撃するのぜ。ということは、みんなで、お芋掘りするんだね。じゃあ、落ち葉いっぱい持っていくね。落ち葉？そう、お芋はやっぱり、焼き芋が一番だからね。バターも持っていった方が、いいかな？じゃあ霊夢、落ち葉とバターを持ったら、出撃なのぜ。了解、焼き芋、楽しみだね。出撃準備が完了しました。発進どうぞ。指揮官から指示が届きました。攻撃開始。敵を近づけるな。一回目のマップは、テキサスコロニーなのぜ。出演する、舞台員の皆さんは、自動選択ランダムさん、マッダさん、アルテミスヘラさん、005さん、クワリューさんなのぜ。ねえマリサ、タンクイベントなのに、なんでタンクで出撃しなかったの？マップ的に、初動でタンクは、辛かったからなのぜ。ということで、タンクイベントらしいところまで、カットします。カットカット。こちらが優勢だ。はい、ということで、アルテミスヘラさん、マッダさん、005さん、共にタンクで出撃。クワユーさん、自動選択ランダムさんも、タンクで出撃なので、カットした、初動部分は、みんなで、敵本拠点 X に、突してきたんだよ。指揮官から指示が届きました。ここは天井があるから、迫撃砲は使えないね。当たり前なのぜ霊夢。いつもと勝手が違うと、やりにくいなぁ。迫撃砲は使えなくても、タンクは意外と強いんだぜ。こんなところに、タンクばかりなのは、イベントのせいだね。確かにな、でも頑張っていこうぜ。了解だよマリサ。油断がないから、少し突っ込んでみるよ。死ぬかと思った。修理お願いします。助かりました。クワユーさん感謝です。呼吸器はした。限界点です。今度は、南に来てみたのぜ。指揮官から指示が届きました。ここだけ見ると、敷地無イベントを思い出すね。マッダさんが、核を持ってるから。
先行して、道を確保するのぜ。了解、了解。撃てないよ。みんなにも、追いついたよ。ちょっと味方の数が、少なすぎるのぜ。おっと、ドッタンクがこんなところに。だいぶ、押されてきているのぜ。せめて一機だけでも、あのブスッカスに、決めたよ。そして戦況は悪化。マッダさんは、地上から、核運搬に挑むも、補給機を破壊しました。ダンプで忘れていけず。ジギ軍本拠点、出撃準備が完了しました。発進どうぞ。2回目のマップは、城郭都市なので。この戦いに、終止符を打たねばならん。全軍、総攻撃開始。出演する部隊員の皆さんは、北野尼さん、ざっくりさん、はやて王子さん、005さん、マッダさんなのぜ。初動はみんなについていけるようにひかがんで出たよ。005さんはガンタンクで出撃だね。他の皆さんは強襲機で出たみたいだね。城郭都市の中央は、タンク、砂が有利だから。タンクイベントには、ちょうどいいマップなんだね。そういうことなのぜ。とか言いながら、がっかり、加岸で切りを取る、ゲーム。まあ初動だしね。いいんじゃない？もっと取っちゃうよ。もう一機は取りたいね。さらにおまけ。自軍本拠点 B が攻撃されています。補給機が破壊されました。そしてタンクイベントなのを思い出す霊夢。はやておじさんは、しっかりタンクに乗ってるので。自軍戦艦ビーコンが設置されました。ざっくりさんもタンク。防衛お願いします。どうしようかな？どうしたのぜ、レイム。なんかいいこと、思いつきそうなんだよね。思いつきそうで、思いつかないことって、あるでしょ？今、そんな感じなんだよね。よくわからないけど、そのうち思いつくんじゃないのか？そうだといいんだけどな。ありがとうよ。マッダさんも砲撃中。タンクから、砂かすに乗り換えたレイム。今度は、ズームしちゃうよ。北野尼さん発見。ズームズーム。005さんもズーム。ありがとうよ。補給機を破壊しました。慎重に行動せよ。ここは我慢比べだ。いいな。こっちもズームズーム。ありがとう。さあお願いします。ドアップもできます。各部隊よ、この戦いでジオンを徹底的に叩く。
諸君の健闘に期待する。呼吸器を破壊しました。ズームとか言いながら、ジャッカリスまで、キルを稼ぐレイム。今回は、あくまで、タンクイベントなのぜ。ズームズーム。そして、ズームズーム。こんなところに、005さんが。ここは、ベストポジションなのか？皆さんお集まりです。この後、鬼術が正体を襲うので、たった一機のモビルスーツに、仲間が次々と。ああ、どうして、楽しい追い残りが。しました。発進どうぞ。3回目のマップもテキサスコロニーなので、各員攻撃開始。敵を近づけるな。出演する部隊員の皆さんは、ゼティアさん、ミセッシャさん、北野アマさん、005さん、グワユーさんなので、ミセッシャさんはガンダム、ゼティアさん、グワユーさんはタンクで、くしくも、1回目と同じ展開に。ありがとう。あの機体は？各員、無理はするなよ。助かりました。ありがとう。霊夢、先行してる、005さんと、北野アマさんに、追いつくのぜ。了解、了解。わあ、ミスったよ。カメラマンとして、そう簡単に、死ぬわけにはいかないよ。もうかなりヤバいのぜ。わあ、でも気にしてくれてるよ。助かりました。ありがとうございます。急に感謝です。ジオンをいい気にさせるな。指揮官から指示が届きました。まあそうだよね。今度は、砂かすで行くのぜ。敵エース機の撃破に成功しました。ズームズーム。ねえマリサ、いいこと思いついちゃった。急に、どうしたのぜ霊夢。コンビ名だよ、コンビ名。コンビ名？そう、コンビ名。コンビ名？だからねえ、あたしとマリサのコンビ名だよ。漫才風をやるなら、コンビ名が必要でしょ？そういうことか。あたしとマリサの、コンビ名を決めようよ。なるほどなぁ、それは面白いかもしれないね。それで霊夢は、何回名前でもあるの？そうだなぁ。そこまでは、考えてなかったよ。なんなのぜ？普通は、一つや二つは、考えていそうなものだけど、せっかくの名案も、霊夢らしいので。霊夢リサ、何回いい名前ないかな？そうだなぁ。助かりました。ここは、視聴者の皆さんに、コンビ名を、募集してはどうかなぁ？ああ、それ面白いねぇ。募集しよう。オッケーだぜ霊夢。
では、視聴者の皆さん。俺と霊夢の、マンタイプをやるときの、コンビ名を募集します。詳しい応募の仕方は、この動画の、最後にお伝えするので。ガンダム、残り 50% を切りました。それでマリサ、募集した後、どうやって決めるの？厳選なる抽選で、決めようと思うので。なるほど。たくさん募集できるといいね。もちろん、コンビ名が決まれば、漫才風をするたびに、そのコンビ名を、使わせてもらうので。どんなコンビ名になるんだろうね。今から楽しみだよ。さて、イベントの方は、間もなく終わろうとしてるので、イベント動画が、大幅に遅れましたことを、ここにお詫び申し上げます。だけど、無事にウップできて、よかったので、よかった。霊夢、お疲れ様なのぜ。マリサもお疲れ様。それにしても、悔しいよ。何が悔しいのぜ？2回目の、お芋掘り中に。たった一機の、モビルスーツに、めちゃめちゃにされたでしょ？あれのせいで、焼き芋作れなかったんだよ。まあまあ霊夢、また次があるのぜ。次は、うまくできるかな？そんなことより霊夢。コンビ名の、詳しい応募の仕方を、説明しようぜ。そうだったねマリサ。じゃあ、俺から説明するのぜ。ゆっくり座談会、04の中で。俺と霊夢が、漫才風なことをしたのぜ。そして今後、時々漫才風を、やろうと思っています。その時のコンビ名を、視聴者の皆さんから、募集するのぜ。応募の仕方は、この動画のコメントに書き込んでいただくか、ガンダムオンライン内、S連のヒロの宛てにメールでお願いします。書き込み方は、コンビ名プラス、読み方を必ず書いてほしいのぜ。読み方がわからないと採用できないこともあるよ。それと、注意事項もあるのぜ。著作権に引っかかりそうな名前。特定の人を誹謗中傷するような名前など、常識の範疇を逸脱する名前は不採用となります。そこまで言わなくても皆さん理解してると思うよ。こういうことは一言付け加えておくと、何か問題になった場合に違うもんなのぜ。そうなの？まあ、とにかく視聴者の皆さんのご応募、お待ちしております。それでは、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。次回作も当然あるので。よかった。